で、ケーキが集まってる。あっちだ。で、ケーキが2つ。もっと、で、ケーキが2つ。情けない話だぜ。ピッコロ大魔王様ともあろうものが。ガキをかばっちまうなんて最低だ。貴様ら親子のせいだぞ。甘さが移っちまった。だがご飯。俺とまともに喋ってくれたのはお前だけだった。貴様といた数ヶ月、悪くなかったぜ。死ぬなよ、ご飯。いよいよ寿命が終わるようだ。だがピッコロは最後の最後で神の私を超えた。嬉しいぞ。神様。殺す順番が変わっちまったが、どっちにしても同じことだ。ぐしゃぐしゃに潰れた息子を見た時のカカロットの顔が楽しみだぜ。潰してやるぜ。てめえなんかこのナッパ様にかなうわけがない。待ってたわりや、手にしたことねえな。メモリをエリート戦士だ。サンプルの下級戦士舐められてたまるか。この数値を叩けなくしてやる。そう来なくてな、返してるぜ。俺が片付けてやる。命令だから貴様はベジータに任せる。だが俺様もこのままじゃ気が済まん。しまった、海王拳。
もう叩けねえはずだ。そいつを連れてとっとと地球から消えろ。ベジータ、助けてくれ。何が、ベジータ、動けないサイヤ人など必要ない。なんてやつだ。自分の仲間まで殺しちまったりとも、今すぐカメハウスに帰ってくれ。あいつの強さは思ってた以上みてえなんだ。はい、わかりました。そうだ悟空、どうせなら場所を変えて戦ってくれないか。え、みんなの死体までむちゃくちゃになっちまったら生き返った時悪いからな。生き返った時ってピッコロが死んで神様も死んじまった。ドラゴンボールはもう永久になくなっちまったんだ。残念だけど、みんなは二度と生き返りはしねえ。クリリンさん、ひょっとして。なんだ。詳しいことは後で話す。もし悟空があいつに勝つことができたら。勝てたらか。そうだな、とにかく勝たなきゃな。悟空よ、いつもお前一人に運命を任せて悪いな。絶対死ぬなよ、親友。ああ、ご飯、父ちゃんが生きて帰ったらまた釣りにでも行こうな。はい。場所を変えるぜ。好きにしろ、同じことだ。できるだけ誰もいねえ場所に行かねえと。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。ベジータはオラが思ってたより相当強いやつだ。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いと貴様のように弱い星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。落ちこぼれだって必死に努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても超えられぬ壁を見せてやろう。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。力が。よっ、
やりっこほう。よっ、はっ、やっとせ。よっ、はっ、はっ、やっわっ、わっ、わっ、よっ、はっ、よっ、はっ、よっ、化け物。
取り野郎だ。そして生きているすべてのみんな、このオラにほんのちょっとずつだけ元気分けてくれ。疲れてるだろうが、カメハウスまで一気に行くぞ。はい。止まれ、ご飯。何ですか、あれ。わからないが、すさまじい気だ。僕、戻ります。お父さんのところへ。わかるんです。お父さんが危ないって。わかった。総力戦の戦士たち、最強ベジータを倒せ。あの妙な光の玉は一体何だ。